Đài phát thanh truyền hình đa văn hóa Atsumaibashi Imigu Radio. Atsumaibashi Imigu Radio.はい、イミグラジオ始まりました。こんばんはなのかこんにちはなのか、ウェブラジオなので、ちょっと、皆さんが何時頃聞いてらっしゃるのかわからないんですけれども、また始まりましたイミグラジオです。今実は目の前にもこう料理が美味しそうな料理がすごいいっぱい並んでいて、いろんなねベトナムの今まで料理のお話を聞いてきたんですけど、こう目の前にずらっと並ぶとなかなかこれはもう美味しそうで、もうちょっととりあえず食べようかみたいなそんな感じになっておりますが、申し遅れました。私一応パーソナリティやっておりますコイと申します。あと一緒にやってくださるのが、はい、たびたびタオです。よろしくお願いいたします。はい、それと、今日はですね、このお店の、ご主人というか、おかみさんというか、じゃあ自己紹介をしていただいていいですかね。じゃあお店の名前と一緒に自己紹介をお願いしていいですか。はい、こんばんは。私吉沢なんですけども、お店はティーチャンクワンと申します。ティーチャンクワン、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもうせっかくだからこういただいちゃいますかね。もうご飯ね届いちゃってるので食べたいなっていう感じなので。そうですね。どういうふうにたらいいかな。こちらから、まあ、ラジオなんで見えないと思うんですけれども、こちらからちょっと食べたいなと思うんですけど、ちょっとこれどういうのかちょっとご紹介してもらっていいですか。来たのはフォーですね、はい、フォーで牛肉のフォーです。牛肉のフォー、はい、だしは牛のだしで8時間くらいの煮て、8時間、すごいですね。で入っているの肉は牛ほほ肉と牛すね肉ですね。はい、これはなんだろう、ベトナムの料理でいうと、はい、例えば地方とかっていうとどの辺の地方になるんですか。地方のデブナージ、北の方ですね。北の方の料理、北の方の方ということですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、もう食べちゃいたいと思います。いただきます。いただきます。すごい音ですね。すいません。いえいえ。すいません、美味しいですね。すみません、食レポとかあんまり経験がないんで、美味しいっていう言葉が多分これからいっぱい出てくると思うんですけど、本当に美味しいです。牛肉が乗ってて、まあ、フォーはね皆さんよくご存知かと思いますけど、米粉の麺ですよね。でそれに、まあ、先ほどもご説明あったように、牛肉が入ってて、まあ、全体としてはそういう牛肉なテイストをすごく感じる、美味しいフォーですね。はい、これタオちゃんはどうですか。美味しいです。美味しい。でも初めて、もやし入ってるフォーを食べてますよ。あ、本当。はい、ベトナムに行った時、フォーを食べたのは、まあやっぱりもやし入ってなかったんですよ。あ、そうなんだ。はい、私の、出身地で食べたのは、ね、タオちゃんベトナム出身なんですけど、じゃあタオちゃんの地域っていうか、タオちゃんがのふるさとの地域ではもやし入ってない。そうですね、はい。そっか。でも面白い味ですね。美味しいです。美味しい、はい。いろいろ入ってますね。ネギとかね、もやしっていう話ありましたけど、いっぱい入ってて美味しい。パクチー入ってないですか。んパクチー、小泉さんはパクチーは大丈夫ですか。これは大丈夫です。美味しいです。そうパクチーね、ちょっと苦手って言えば苦手なんですけど、でもねやっぱりそのいろんな他の味との相性ですごいバランスがいいと食べられるんですよね。うん、で今日はねすごいこれ美味しい。全然すんなり入っちゃいますね。
よかったですね、よかった。じゃあちょっと次いただいていいですか。はい、はい、じゃあちょっと次のこれもまたちょっと麺の、ね、丼に入った麺の料理みたいなんですけども、うん、じゃあちょっと教えてもらっていいですか。はい、これはあのフーって言って、あの、はい、あの南の食べ物ですね。南の方の麺、はい、麺は小麦麺なんですけど、うん、フォーと同じなんですけど、あの、うん、細い麺ですね、うん、麺が細いですね、はい、フォーではないですね、うん、麺が細い、はい、そうですね、エビとあのウジラの卵とあの、はい、チャーシューの肉で入ってますので、すごい豪華な感じっていうか、そうですね、まあ、新菊とニラも入ってます。はい、スープはあの豚骨のスープです。豚骨なんですね、はい、なんかすごい豪華な感じというか、ちょっとそちらもいただきたいと思います。これは本当に全く初めてですよ。初めて、はい、タブちゃんは食べたことない。ないです、ないですか。全くないですよ、うん、フォーテオっていうのは、うん、あの南部の方の、うん、なんていうんですか、麺類、南部の麺類、はい、はい、ありがとうございます。今手元に来ました。そうですね、確かにこうね、エビが乗っていたり、ちょっといただきますね。はい、いただきます。いただきます。あ、麺が確かに細いです。うん、おいしい、おいしいです。うん、おいしいですね、すごくね。なんだろう、本当に初めてです。うん、タオちゃんも初めてだという。確かに、うん、さっき食べた、フォーに比べて全然また麺が細くて、うん、また入ってるものもねたくさんあるんで、味もまたちょっと複雑な感じですね。スープも美味しいです、うん、透明なスープですね。エビ食べます。エビも大きいですね。ね。うん。ああ、なんかすごくいっぱいボリュームもあるし、うん、すごく美味しいですね。今、食べたのが、まあ、これ南部の方の料理ということですね。はい、じゃあそうすると次は、次が中部の食べ物なんですけど、はい、さつま揚げと、はい、あのベトナム のハム、豚肉のハム、はい、ハム、はい、はい、だしはあの魚と大根の出汁です。魚と大根の出汁、はい、はい、であの麺はあのうどんみたいですね、日本のうどん、つるつるの。本当だ、本当だ、うどんみたいだ。そうです、はい、これはホヤンの方のですか。そうです。あ、なるほど。ホヤン、ホヤン、あの、ダナンはご存知ですか。ダナンはご存知ですか。ダナン、なんていうの、まあ、中部の方の、中部の方の、ね、はい、ホヤンというのは、はい、あの結構古い町、はい、がたくさんあるところですよ。そこであの一回このようなものを食べました、うん、食べたことあります。じゃあタオちゃんはこれはちょっと経験が、でも味は忘れちゃったんですよ、忘れちゃったちょっとじゃあいただきます。はい、いただきます。うん、食感もうどんみたいに近い、うどんに近い感じがしますね。あとハムが入ってるんで、ハムもいただいてみます。うん、ハムも柔らかくて美味しい。タオちゃんどうですか。美味しいです。美味しいです、はい、美味しいですよ、本当に、うん、食べ物は
私の出身のファンランで、はい、あの、はい、結構有名の食べ物なんですけど、はいはい、あとさつま揚げも結構有名ですね。ああ、さつま揚げね、はい、ファンランっていうところですか、はい、うん、ダラットとニャーチャの真ん中ですね、はい、そうですか。結構地理わからない私はベトナム広いんだよね。まあ、日本よりそんなに広くはないですけどでも本当に地理は弱いです。私はでもね、なんだろう、直感的にはすごく日本のうどんに似ていて、そうですね、まあ、うん、この辺にもね、例えば水沢うどんとか群馬県とかは結構うどんが有名な土地なので、はい、そういう意味ではすごくなんて言うんだろう、あの、親しみが感じられるっていうか、うん、そうですね、うん、そういう感じですね。あれ、これは入ってるものは私の大好物ですよ、うん、ゾウ、ゾウって覚えてますか、うん、ゾウ、ゾウ、バミバテも入ってるゾウ、入ってた、これですよ、うん、これか、ゾウ、ゾウ、うん、前言ってた、はい、はい、そうです、はい、どうですか、うん、美味しい、うん、そうですね、本当に美味しいですね、美味しい、美味しい、うん、ずっと子供の時から好きですよ、うん、なんだろう、ちょっとこう、味が濃いめのハムですね、ちょっとね、うん、このよ、あの、ハムですね、はい、私自分で作りますので。あ、そうなんですね、すごいですね手作り、私手作りで、結構時間かかると、力がすごい大変ですけど、力いるんですか、あの、混じないと、あ、そっか、練らないといけない、あと、はい、あと冷たいしないといけないですね、温かいならもうちょっと、あの、無理ですね、はい、作るの大変だ、すごい冷たくて混じって手作りが大変です。でも本当にこれ間違いなく、うん、私も、あの、うん、これを作るためのレシピを見たことありますよ、はい、で見た瞬間もう諦めました本当に手間かかるんですよ、手間かかるんですよ、うん、はい、うん、ミキサーで結構、あの、なんていうんですか、混ぜる、うんうん、ガーッと混ぜて、そうですよ、はい、でも、まあ、ミキサーは結構熱くなりやすいじゃないですか、うんうんうん、はい、電気でね、で、そうです、まあ、ゾウ自体は冷たくならないと結構、うん、なんですか、ミキサーの中にもう出来上がりしちゃってる感じですよ。あ、そうなんだ、はい、じゃあもう冷たくしながら作んなきゃいけないんですね。そうです、うん、そっか、じゃあそれは手間かかりますよね、すごい、なんか本当に本格的なんですね、だからそういう意味でね、うん、そうですね、うん、これを作るのは何時間くらいかかりますか、普通は1週間か15キロくらいだけ作りますので、うん、あの、売り切れなとまた作りますので、へー、で、あの、5キロずつで混ぜて、うん、あと巻く、茹でる、で、8時間くらいかかりますですね。あ、それは大変だ、あと何回、2回くらいの冷蔵庫を入れてまた戻って混ぜて、はい、巻いて、あの、茹でますね。結構時間かかりますね、手間相当かけて作ってますね、はい、すごいな、だからレシピを見てすぐ、はい、だってタオちゃん結構自分でも作る人ですよね。そうですね、うん、そのタオちゃんがちょっと心折れるぐらいには大変です、ね、そうです、大変です、だからもうやめましたやめた、はい、じゃあぜひ、あの、こちらのお店で食べてくださいみたいな、はい、本当に、あの、私そんなに全然詳しい人間じゃないですけど、うん、すごい美味しいです、うん、よかったですね、うん、美味しいですね。はい、じゃあ、今ね、あの、麺料理をそのベトナムの北部、中部、南部でいろいろね、いただいたんですけど、引き続いてちょっとね、また出てきたんですけど、これは何になりますか、ね、揚げ春巻きですね。揚げ春巻き、はい、はい、でこれ入ってるのは、あの、人参、春雨と、はい、あの、キクラゲと、ひき肉、豚ひき肉ですね、はい、卵もちょっと一個ず混ぜて、はい、あと巻いてますね、はい、で揚げますので、うん、ありがとうございます、美味しそうですね、うん、じゃあちょっといただきましょうか。じゃあ、タムちゃん、はい、ありがとうございます、いただきます。端っこのちょっとつけていいですか、うん、つけて、うん、はい、つける、うん、つけて、はい、じゃあ私もいただきます、
いい音してますね、うん、あこれはかなり何て言うんでしょう、すごい具材がいっぱい入ってて中がすごいみっちりした感じで、うん、で皮もこう1枚じゃなくてこう何枚かになってこう巻いてある感じになってるんですかね、うんうん、なんかすごくこうガリガリしてるんですね、うん、でも何て言うんだろう、そんなにこうすごくガチガチじゃなくて薄いこう皮が何層にもあってそれがパリパリした感じですごく美味しい食感、ちょっとスパイシーな感じがするんですかね、多分タレをつけて、はい、タレをつけてちょっと酸っぱい感じじゃないかな、うん、タレの中何が入ってますか、お酢だってちょっとこのつけるタレの中に赤いようなのが見える、これは唐辛子ですか、はい、あなるほど、美味しいですね、うん、もう一個いただいちゃいます、私パイも食べたい、うん、あー美味しい、もう一個食べる、うん、どうぞ、うん、パイミー食べたいだって、うん、あこれは何かその地域とかでいうとどこかあるんですか、あこれまあ、国はどこでも食べるのものですね、うん、だけど北部かな、北部の、うん、あの結構有名ですね、あやっぱり、はい、まあ、どっちかというと北部、そうです、まあ、でも国全体で食べるそうです、感じですね、なるほど、うん、うちの出身地は、うん、あの中にカニ、うん、カニも入ってるんですよ、これはカニはあ入ってないですか、うん、ここカニも入ってないね、はい、まあ、それよりもじゃあその地域地域でいろいろな、なんていうんですかね、そうですね、中身が違ってきたりとか微妙に違ったりとかするのかな、はい、ね、確かに、うん、じゃあね、これがじゃあひとまずその春巻きですね、揚げ春巻き、美味しくいただきました、そしたらね、じゃあもう一個、今もうすでにここに来てるんですけど、これはもう私も知ってますバインミーですね、はい、じゃあちょっと紹介お願いします、はい、中身はチャーシューの肉とチャーシュー、はい、レバーペーストとハムですね、レバーペースト、はい、あとハムも入ってますね、キュウリと人参大根の漬物、酢漬けで入ってますね、私全部手作りですね、すごいですね、たくさんベトナムの料理をいただいたんですけども、じゃあここからね少しお話を聞きたいなと思うんですけど、じゃあ、まあ先ほどね少し自己紹介ともしていただいたんですけれども、はい、こちらでねこの前橋の方で今ねお店とかをやっていて、うん、でまあ今お店ってどのくらい経つんですか、私お店2つ人間が持てるですね、はい、2年前は南町、はい、まぶし駅の南町ですね、はい、はい、ベトナム食材専門店ですね、はい、でこのお店は、ひーちゃんこの店は5月、今年の5月からオープンしました、ね、こちらのお店は5月から、はい、で、その前からもう食材店はされてたってことですね、はいはいはい、食材店ってそう いつぐらいからされてるんですか、食材のお店はいつぐらいからされてたんですか、2019年11月からですね、はい、2年経ってですね、はい、そうです、なるほどなるほど、そうか、今こちら日本にいらしたのっていうのはそれよりもっと前からいらしてたんですかね、はい、いつ頃から、私2012年から2年、はい、10年から、はい、日本に来ますので、はい、2012年にいらして、じゃあちょっとそれまでの間いろいろ勉強されたりとか何か
別の仕事されてるのか。ベトナム短期大学行って、はい、で旦那さんのと日本人の旦那さんと知り合って、はい、ベトナムの方で日本人の旦那さんと知り合った、はい、旦那さんがベトナムに出張行った時で私と知り合いだったですね。それでお知り合ったんですね。で結婚してから日本来ますね。あ、なるほど、はい、それで結婚されてこちらにいらしたんですね、はい、そっかそっか。でもまあね、そういういい旦那さんと知り合えてよかったんですけど、でもやっぱりね、言葉の壁とか文化の壁とかいろいろあるとは。そうですね、なんか私の家族、あ、はい、私のおじいさんは日本伊勢崎の方ですね、はい、群馬県伊勢崎の方40年くらいのいますね。あ、そうなんですか、はい、で、まあ、自分の家族は日本いるの、はい、家族に人いるから、はい、なんか日本の興味がなって日本語が自分の、はい、日本語が好きから、はい、で日本語を勉強して自分の勉強しますよね、で高校1年生の時、はい、日本の国が、気にして、でひらがなとカタカナの、うん、で自分の勉強して、うん、あと本を読んで、まあ、ちょっとだけが覚えてるですね。で短期大学行く時、はい、まあ、ちょうど旦那さんと、まあ、知り合ってね、でまあ、ちょうど日本語の勉強できるとか、はい、メールしてとか。すごいですね。その時奈々さんの付き合って、2年後で結婚して日本行きました、じゃあもともとある程度こう日本に対する関心があって、うん、でまあ、ちょっと勉強的なこともあって、はい、してて、でそこに、まあ、そういういい出会いがあったんで、はい、っていうことだったんですね。たまちゃんもまあ日本に、ね、はい、来て、まあ、それなりに時間経ったと思うんだけど、例えばそういう日本に来る前にそういうふうに日本にある程度関心があって、はい、そういう、まあ、日本語の勉強したりとか文化について勉強したりとかっていう、はい、そういうことってのはたまちゃんの中では結構ありました。まあ、また食べ物の話になっちゃうんですけど。食べ物の話ですね、はい、でもやっぱり日本の食文化がすごい面白くて、うん、それは一番、まあ、なんていうんですね、うん、その日本の食文化で日本に行きたいっていう気持ちが一番強いですね、はい、その時は、はい、食文化に関心がやっぱりあったってことですよね。そうですね、でも、うん、まあ、食文化以外やっぱり、うん、教育の方もすごいいい国かなって、うん、あ、なるほどね、はい、だからここに来ました。なんかその父ちゃん自身はそのそういうなんていうんですかね、日本に先に誰かが知ってる人が行ってたとか、はい、そういう感じではなくてもうちょっと個人的な関心としてあったっていう感じだったのかな。まあそうでもないんです。そうでもない、知ってる人もいた、はい、やっぱり最初は日本に行きたいっていう気持ちがあって、うん、まあ、ちょうど、まあ、日本に住んでいる、うん、母の親友がいて、うん、でここに、なんていう、群馬の前橋にある日本語学校、すごいいい学校だよって紹介してもらったんですよ、うん、でそのきっかけで日本に行きました、うん、ね、はい、そしたらちょっとまたお話を戻したいんですけど、まあ、じゃあそういった、まあ、日本に来るね、はい、ある意味こうちょっとこう準備ができていたというか、はい、うん、まあ、そういうね、ある意味、まあ、運命という言葉はちょっとあるかもしれないけど、うん、うん、まあ、偶然の出会いも含めてそういう形で日本にいらしたと思うんですけど、なんかこう日本に来て、なんだろう、大変だったこととかってありました？そうですね、最初からなんか言葉、はい、なんか難しい言葉って通じないから、はい、自分の辛いですね、はい、あとはどこ行くでも心配しますね、はい、あ、はい、その気持ちはよくわかります。そうですね、で旦那さんいつも私のことを心配して、はい、でどこでも行けないでって言って、うん、で仕事も行かないですね、私その仕事も行けないです、はい、アルバイトくらいも心配するから、うん、もう行けない方がいいって言われたから、へ、はい、でずっとうちに、うん、主婦だけ
で何年間ですね。主婦業をどうぞとされたんですか。それはちょっと寂しいですね。寂しいですね。寂しくて、で、その後は自分のお金も自分の稼ぎたいと、なんか旦那さん一人だけ仕事でもかわいそうかなって思って、で自分の、まあ私頑張るからって、で1年後で免許、運転免許を取って、で自分のアルバイト行きたいって旦那さんと相談してたから、で、はい、その時5ヶ月くらいの相模茶の、豆腐屋さん、豆腐会社ですね、相模茶のですね、はい、相模茶、はい、豆腐の会社です、はい、あ、豆腐の会社ですね、相模屋さん、はい、そうです。で、それ5ヶ月くらいだけ、はい、仕事をして、で旦那さんが心配する、心配しちゃったの旦那さん、大変からいい、やめてって言って、まあしょうがないなってやめましたね。はい、それでそのお店を、ね、その後は、で3年くらい後で、はい、まあ自分の日本来る時もなんか食べ物とか、はい、レストランの自分の作りたいから、はい、で。自分の経験はないと、成功いけないかなってと思って、その時旦那さんと相談してて、丸亀製麺のうどん屋さん、はいはいはい、丸亀製麺さん、はい、で3年くらいのアルバイトしていろいろ勉強して、そのまあなんかいろいろ覚えたら、はいはい、で自分のお店してですね。じゃ料理の勉強したのじゃあ日本に来てから。そうです。あ、そうなんだ。ベトナムにいる時も全然料理できないですね。今お母さん作ってくれるから全く同じじゃないですか。でも全く同じです、ね、私も、そうなんだ。なんかもうてっきりね、タオちゃんもほら、ね、ベトナム時代から料理に関心があったっていうから、はい、なんかね、すごい料理とか、ね、やってた方なのかなと思ったら、はい、ね、日本に来てからなんですね。そうですね、はい、あ、そうなんだ。でも全然、本当にすごい美味しいし、ありがとうございます。ね、すごいいい美味しい。自分のお母さんが結構料理が上手ですね。あ、そうなの、はい、じゃあお母さんの味とか結構ちょっと似てますね。似てますか。じゃあ結構そうなんですね、勉強家っていうか、まあそのね、自分で主婦業だけだとやっぱりね、ちょっと、もっと自分で自己実現したいっていうこととかあったんだと思うんですけど、まあ、そのお店をね、作ってというか、まあ、お店をね開いて一緒にこうやって、はい、じゃあ、でも最初はね、でもレストランじゃなくて食材屋さんから始めたんですよね。でもその食材屋さんじゃなくてやっぱりレストランっていうふうに決めたきっかけみたいなのはやっぱりあったんですか。最初レストランの興味ですね、結構いっぱいですけど、はい、結構大きい興味ですけど、まあ、自分のすぐこれレストラン開けてお金が結構かかるんです。はいはいはい、はい、そうですね。ちゃんと考えないと、失敗しちゃうかなってと思って、それ心配するから、はい、最初から食材専門店して、うん、ここの辺もベトナム人結構いますので、ね、食材専門店作ってから そこからお金を結構入ってますよね。あ、なるほど、そこでじゃあ少し準備して安心って思って、レストラン失敗しても心配しないかなって思って、それ考えてから、で、まあ、この店できますね。すごいじゃん、すごい行動的じゃないですか。ねえ、すごいしっかりしてね。そうですね、計画的にされたんですね。あ、すごいな。でもなんか本当に、日本に来てからいろんなことを立ち上げてなんかすごい結構、まあ、順風満帆というのが、まあね、私はね、こんな勝手に言っちゃいけないんだろうけど、でもまあすごくね、いいペースで、こんなお店までちゃんと開いてね、かわいいお店なんですけど、いいなと思うんですけど、そっか、まあ日本に来て、まあそういういろいろなね、大変な思いもしつつ、じゃあそうやってこう、お店まで開けて、今こういうね、いい素敵な状況なんですけど、ちょっとじゃあもうちょっといろいろお聞きしたいところあるんですけども、その料理とかお母さんのね、味とかを結構、思い出しながら多分いろいろレシピとか作ってらっしゃるのかなとも思うんですけど、例えばそのもうちょっとじゃあそのご本人さんのお話を聞きたいんだけど、ベトナムの自分の例えば
お国で、はい、あの好きな場所とかってありますか？好きな場所はララットですね。ララット、ララット、はい、私の田舎の80キロの離れますね、はい、ララットのはあの日本の軽井沢と同じ感じですね。あ、軽井沢、涼しい、涼しい場所、はい、うーん、結構あの天気も結構いい感じですね。うーん、はい、え、じゃあちょっと山っていうか山ですね。山になってて、うーん、涼しい、はい、一年度は涼しいです。暑い時はあまりない。私の田舎が結構暑いです。あ、はい、そうなんですか。ベトナムの国一番暑いの。あ、そんなに暑いんですか。 そうですね、すみません、前橋も暑さじゃ負けてないところなんですけどちなみにどのくらい暑くなったんですか。一番、ね、温度一番高いは42度くらいありますね。42度ですか。そっか。普通が39とかそのくらいです、ね、結構暑いです。それは暑いですね。一番があの涼しい時は12月ですね。あ、で、あの27かな、27度くらいそうです。あ、そうなんだ。結構暑いですね。結構暑いですね。なんかあの聞いた話なんですけど、はい、なんかその暑さで外でフライパンで卵も焼けるぐらいっていう話を聞いたんですけど、それは本当ですか？それはないですね。それはない。それはないですね。それ本当のことだったら、まあ、ちょっと苦しいくらいだけですね。すごい暑いから節約かなって。風吹いても暑いです。うん、ああ、まあそうですよね。はい、うん、そっか。なんかね、うん、うん、ね、そのまあ一応ここね、あの群馬県前橋市も結構こう。はい、内陸で、日本の中では比較的こう暑くなっちゃう土地なんですよね、うん、まあ、その地形的に言うとそんなに南の方ってわけではないんだけれども、はい、だまあその土地の加減でね、そういうふうに暑くなってしまう、そういう土地で、まあでもなかなか42度はないな。私も42度はなかなか経験したことがないんですけど、結構暑いですよ。暑いですね、はい、そっか。でそのまあね、近くにあるその、ごめんなさい、もう一回土地の場所の名前は何でしたっけ？その涼しい場所は。あ、ダラットです。ダラット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 。はい。うん、そっか、そこはじゃあすごく涼しくて。はい。いいところですね。いいところです。何度も行ったりしてたんですか？あの、何回行きますね。はい。田舎の近くから、なんかすごく暑い時はダラット行きます。へえ。戻っていく。結構80キロから、はい、2時間くらいだけですね。そうですよね。バイクで、うん、あ、バイクできるんですか。はい、たくましいですね。そうなんだ。タオちゃん行ったことあります？あ、ダラットですか、行ったことないですよ。ないですか。行ってみたいところですよ、もしベトナムに帰ってきたら。やっぱり有名な場所ではあるんですか？有名ですね。有名ですよ。あと日本の軽井沢も行ったことないし。あ、そうなんだ。はい。あ、ちなみに軽井沢行ったことありますか？結構行きます。あ、行きますか。、はい、まあ、いいところですよね。はい、ダラットと同じ感じだからですか。あー、なるほど。はい、そっか。今度私も軽井沢に行こうかな。そっか。じゃあまあ、うんうん、そうね、日本だとまあそういう軽井沢って場所もあるんですけども、何かまあ日本以外で例えば他に行きたい国とかっていうのはありますか？アメリカです。アメリカ、はい。うん、それは何 で、私 の、 しあのお母さん の、はい、あの家族、はい、お兄さん、お母さんのお兄さんとか、お姉さんの、はい、あの旦那さんの家族と私の友達、あの同級生、はい、高校生の同級生、結構みんなアメリカ人いっぱい住んでいますので。あ、そうなんですか。はい、でちょっと私日本で友達と か、 なんか親戚のアメリカでベトナム帰るときも同じ時間帰れないと全く会わないから、うん、もしできれば、まあ、そこ行って会うかなって思って、うん、なるほど、なるほど。そっか、アメリカね。アメリカもね、アメリカだとやっぱり北の方ですか？なんかカリフォルニアの。あ、カリフォルニア、はい、なんかカラッとして。そうです、はい、ね、はい、うん、そういういいところだって聞きますけれども。あ、そうか、日本以外、うん、タオちゃんは何かどこか日本以外好きなところとか。やっぱりアジアですね。アジア、はい、うん、アジアのいろんな国に行きたいです。うん、あ、そっか、前 そうだね、そういう話したよね。あ、英語わからないからですよ。それで言うしかないですよ。まあ、言葉もね、確かにね。でも、うん、でもアメリカ行くと本当に、でもまた今度は英語ですけど、はい、その英語は、あ、英語ちょっとだけです。でも一応喋れるんですか？ちょっと簡単なことが。
でもそうだよね、やっぱり言葉っていうのはどうしてもね、うん、まあ多分日本にいらっしゃる際もちょっとね大変だった部分もあったと思うんですけれども、タム、ちゃんがね、そうやっぱり言葉の壁っていうのはきっとお仕事柄でも感じたりとかすることあると思うんですけど、まあ、そうだ、例えばそうベトナムのお店をやっていて、まあ、ベトナムの方もいらっしゃるでしょうけど、日本人の方はもう当然ね、はい、日本のお店なんでいっぱいいらっしゃると思うんですけど、なんかそういうので言葉で困っちゃったこととかってないですか？あのか、なんか結構優しいの日本人がいっぱい入ってますですね、はい、で分からないことはあのすぐ説明してもらってから、まあ、全然大丈夫ですけど、大丈夫です、はい、よかったです、うん、そうね、やっぱりね、そう、まあ、難しいね、あ、言語だというふうなこともありますけど、うん、まああのね、そうね、優しい人だと助かりますよね、はい、うん、本当道一つ聞くのもね大変だと思うんですけれども、ちょっと話します、うん、自己紹介、自己紹介か、そうか、うん、じゃあね今ね、うん、あの娘さん一緒にいらっしゃるんですけど、じゃあね娘さんにもちょっとお話聞きたいな、うん、吉澤ジュリアです。ジュリアさん、いくつですか？8歳です。8歳、好きなものあんまりないんだよ。え、でも今さっきさ、タピオカ食べてた、タピオカ飲んでたよね。タピオカ好き？タピオカはまあまあ、ママ、うん、キャラクターではすみっこ暮らしが好き。すみっこ暮らし、あと何の色が好き？色？虹色、うん、虹色っていうのは7つの色かな？じゃあ学校とかでは 何か好きな教科とかある？図工。図工が好き？絵を描いたりとか何か作ったりするの？うん、うん、最近何か絵描いたりした？うん、何描いた？女の子。女の子描いた。かわいいですね。練習してるから。練習してるんだ、結構上手です。あ、そう、毎日絵描く。じゃあ学校でも絵描いた。学校でも絵描いたんだ、うん、はい、どうもありがとうね、うん、ありがとうございます。あ、なんか今ちょっと絵とかって話してましたけど、結構ほら、あの、まあ、結構ゲストの方とか他の方でも時々聞くんですけど、あのほら日本のアニメとか、はい、あの漫画とかっていうのが、はい、結構そういうベトナムの方とかでも見られたりとかっていうことを聞くんですけど、はい、何かあちらで見られたりとかしましたか？一番好きのは、なんかココリコだっけ。ああ、ココリコ坂ね。ココリコ坂、ジブリですね。すごい好きそうですね。はい、それはこちらに来てから見たんですか？そうです、はい、なるほど、はい、アニメが結構日本来て日本語が勉強したいから、アニメ結構見ますね。あ、なるほど、はい、勉強のためにね。そうです、はい、うん、あ、確かにそうですね、はい、いい材料になりますよね。一番好きはココリコ。あ、ココリコ坂、ね、はい、うん、まあ、うん、たくさんいろいろある。ちなみにそのベトナムとかでは何か日本のそういう触れるものっていうのは何かありましたか？日本の、まあ、別にテレビとかでもいいし、うん、本とかでもいいんですけど、何か日本の文化とかで見ていたものとかってありましたか？あ、ないですね。特にないですか？はい、そうです。じゃああんまり車ではそこまでは、はい、うん、来てから逆にそういうのを見たりとかってことですか、ね。まあ、ベトナムの時、なんか映画美味しいんだよね。ポケモン美味しいね。ポケモン、
おしんっていう、おしん、おしん、はい、すごい有名ドラマ、はい、テレビドラマですね。それでベトナムのテレビが出ますね。あ、テレビでね、うん、そう、あれは結構見てから涙が結構出ますね。そう、あ、それはじゃあ向こうでもご覧になってますね。あ、そうか、そう、うん、あの橋田壽賀子さんっていう脚本家の方の書いた、もうね、30年以上前、40年近く前になるのかな、うん、そのくらいの頃に作られたドラマなんですけどね。うん、でもなんかそう、私も詳しくはないですけど、そういう世界中で放送されてて、はい、うん、でそのことを通じて日本を知る人も結構いるっていう話は、ね、はい、聞いたことがあります、はい、すごいちっちゃい時ですね、小さい、はい、うん、そうですね。あ、どうもありがとうございます。そっか、まあ、いろいろちょっと、うん、あの話を聞いてきたんですけれども、そしたらあれかな、タオちゃん、またいつもの通りに、はい、なんだろう、メッセージのコーナーに行っちゃっても大丈夫ですかね。はい、うん、そしたらじゃあこのイミグラジオでは、毎回、このイミグラジオを通して皆さんに何か、話しかけたいこととか、伝えたいことがあったら、それを自分の一番喋りやすい言葉で喋っていただくっていう、そういうコーナーがあるんですよ、ね。だからまあもし一番喋りやすい言葉がベトナム語だったら、うん、その言葉で話していただいて、うん、でベトナム語ならタオちゃんも、翻訳できるし、あとまあもちろんご本人でまた日本語で喋っていただいてもいいんですけど、うん、ぜひこの機会で何か皆さんに伝えたいことが、どなたでもいいです、誰か一人でもいいし、皆さん全員でもいいし、うん、どんな人に向かってでも構わないので、うん、何かメッセージを一つ教えて、うん、お話していただければかと思うんですけれど、お願いします。Nói chung là mình sẽ cảm giác là giống kiểu mà mình không biết tiếng nè, rồi xong rồi không có gia đình nè, mọi thứ đều phải một mình đó. Nhưng mà mình cố gắng nhiều lên thì sẽ vượt qua hết. Giống như chị lúc đầu cũng vậy, qua đây xong rồi cái cũng khó khăn, cái gì cũng tự lực, nhưng mà cố gắng mỗi ngày thì mọi thứ đều tốt đẹp hết. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Chỉ cần mọi người cố gắng thôi, và phải hướng về những cái điều tốt đẹp, chứ đừng có nghĩ theo cái tiêu cực. Thì mọi thứ tốt đẹp sẽ thế giới với mình. Còn nhiều khi mình khó khăn nhưng mà mình nghĩ về một hướng tiêu cực quá thì mình sẽ thành ra mình sẽ đi theo con đường nó bị lệch lạc á. Thì dẫn tới cuộc đời của cuộc sống của mình nó không có được như mong muốn. じゃあ、大丈夫かな。通訳。はい、じゃあ、じゃあタオちゃんの通訳でお願いします。はい、通訳をします。まあ、日本に来ていろいろ大変なことを、まあ、自分もそうなんですけど、大変なこととかも困ってることもあったんですけど、でも、まあ、将来のこととか、
まあいいことを考えて、よくいいことも来るかもしれないですよ、だから皆さん頑張ってくださいっていうメッセージです。はい、ありがとうございます。それはやっぱり、ベトナムから来た人とかこれから来る人に、向かってのメッセージっていうふうに考えていいですか？そうですね、まあ、多分日本、ベトナム人だけじゃなくて、外国人の皆さんにも、何でも、大変なこと、誰でもあるんですけど、でも頑張って何でも乗り越えますよっていうメッセージですね。ありがとうございます。そう、今日吉田さんのね、この日本に来てから料理の勉強したりとか、自分でお店をね持って行ったりとか、そのねすごくこう成し遂げていく力っていうか、形にしていく力っていうのをすごくお話を聞いてすごくすごいなって思ったんですけど、まさにそのねそれを体現してるっていうか、ぜひこのお店に来て、吉田さんと友達になって、ね、今のメッセージがねみんなに伝わっていくといいよね。そう思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気を聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、これがちょっとイミグラジオ最後のコーナーなんですけれども、すごい力強い言葉を、またいただいて、すごく嬉しいなと思うんですけど、ちょっと今日は食レポとか入ってすごく緊張しながらやったので、いろいろ段取りとかが怪しいところもあったんですけど、その中で僕一個だけどうしても聞いておきたいなってことが自分の中であったのを思い出したんで、こんなタイミングになっちゃって申し訳ないんですけど聞きたいんでいいですか？焼きまんじゅう食べたことはありますか？あります。大好きです。大好きですか？よかった。17号の結構有名な店があるんですね。あります、あります。結構美味しいです。そうなんですか？よかったです。ゲストの方皆さんに聞くすんで今日忘れるとこでした。結構美味しいです。美味しい、はい、よかった。どうもありがとうございました。ありがとうございました。来发台剧情大半团アーツマイバシイミグラジオ。アーツマイバシイミグラジオ。